こんにちは、ハラペコツインズ姉のカカと妹のアカです。今日は対決シリーズもうね、いつの話をしとるんやってもうこの時代はもう終わったんやって、それを違う、その時代に乗り遅れたスタイルを取り入れていくのがハラペコツインズスタイルだこの超大盛りギガマックスをどっちが早く食べられるか、そう対決、これをっていうのを勝負していきたいと思いまーす。はい、作ってまいりました超大盛りギガマックスペヤング、ストップウォッチも準備完了です。もういつも緊張する。最後にキャベツが多分めっちゃ残ると思うので、その際はスプーンを発動するという双子ルールでいきたいと思います。はい、あくまで二人の勝負ですので、そこだけ、はい。そう。まで先いただきますして。先いただきますしますね。いただきまーす。ね、それでは。こうってなるやん、お前は。何やねん。こうやってさ、ね。じゃあ、左に置けば。いいよ、そんな。いきます。よーい、スタート。これどこまでキャベツ？もういいか？うん。はい。双子ルールで勝って。はい。ごちそうさまでした。タイムを発表いたします。私過去2分59秒26、私アコ3分26秒73、イエーイ勝利。で、途中さ勝てるかなと思ったん、で初めね、勢いよく入れすぎてね、飲み込めなくてね死ぬかと思ったもっと早くいって喉のプレスが必要だから、もう、もうね、こう分かってくれるから、もう不得意やからね、鼓膜がね、ぶち切れそうなの。いや、分かる？それは分かる。鼓膜問題まで分からん。だからね、なんかもう、ってもどかしくなるけどね。でもこれは危険なのでね、皆さん、絶対にしないようにな。ほら、双子の、あくまでも双子の中でのこのバトルというね。今まで参戦してるんですけど、1戦目はガリガリ君、2戦目がスタバの早飲み、3戦目がこのペヤングで、1戦目は私が勝って、2戦目はアボが勝って、3戦目は私が勝って、勝ち越しましたー。一生いっぱい。うん。あ、ごめん、また勝てるやつを探してこなかったわ。また、こういった企画もやっていきたいと思います。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひお願いします。バイバーイ。いや、ちょっと30秒は悔しい。